ギャンブルで？もちろん許可してやん。A ちゃんが集まった票で生徒会長になれるか否かのギャンブル。当然参加者が勝つためには A ちゃんに自分の票を預けることになる。そして A ちゃんはギャンブルを成立させるためにその票で選挙戦を戦うってわけ。なるほど、まさに選挙だな。どんなギャンブルだろうとお互いが合意していれば成立する。これ基本ね。でもいつの間にそんな根回しを。転入してきた時から妙に騒いでいる女子がいたのは知ってる。特に学園でも底辺にいるような生徒が。なるほど、3000人もいるような学園じゃ不動票は侮れないと思っていたんだけど、投票とはね、思いつかなかったな。家畜が牙を剥くこともね。オークションを再開します。まずは一票から。ふざけんな、こんなオークション中止だ。落ち着きなよ。エリミさん、今降りたらマイナスはどれほど？10票ね。全員で負担すれば大したことないけど、私たちが降りてもオークションは続くでしょうし、もしユメコたちの票をレイが全部手に入れたら。この後の選挙戦はかなり厳しいな。続けるしかねえか。だね。